ミレアサミです。アレックです。この動画では今更聞けないサッカーの基本をアレックくんと一緒に勉強していきます。アレックくん、よろしくね。よろしくお願いします。アサミさん、今日は何を教えてくれるの？今日はワールドカップについて勉強するよ。ワールドカップって知ってる？国対国でサッカーの試合で戦うことでしょ？そう、ワールドカップは世界で一番大切な大会なんだよ。そんで一番難しい大会でもあるね。すごいね。何が難しいの？まず出場するのが難しい。そうなんだ。日本は出られるの？うん、日本は先月のオーストラリア戦で勝って無事にアジア戦を突破しました。イエーイ。でもね、日本は1998年に初めてワールドカップに出場したんだけど、それまでなんと40年以上も出られなかったんだよ。そんなに大変だったんだ。うん、94年大会の予選は最後の最後で予選敗退が決まって、この時のことは未だにドーハの悲劇、伝説になってるんだね。それだけ難しい大会なんだよ。そうなんだね。じゃあ優勝するのはもっと難しいの？その通り。ワールドカップは優勝するのも超難しい大会なの。アレックくんはこれまでにワールドカップで優勝したことがある国っていくつくらいあると思う？15から20とか。ブブ、実はたった8カ国しかないのよ。へー、オランダやアメリカも1回も優勝したことないんだね。そうなの。だから日本も優勝してほしいけど、これは大変な夢なんだね。日本が優勝するのと、あさみさんが結婚するのはどっちが大変なの？そんなの決まってるじゃん。私の結婚です。ご視聴ありがとうございます。動画にいいねとチャンネル登録をお願いします。 Thank you for watching. Please like it and subscribe.